どうもどこいさんだぞ、よろしくお願いします。本日もお願いします。日本一有名ホストのどっこいさんに、はい、やっぱたくさんお金持ってると思うんで、はい、まあ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 普通の人よりは、はい、お金のことについて質問してみたー。やった、お金急に立つお金お金落ち着いてください。わかりました、はい、やっていきます。はい、じゃあ早速ですが1個目の質問です。どっこいさんの財布の中身はいくら入ってるか、はい、ちょ待って、 TikTok でもちょっと何回かやったやってますけど、はい、そんな入ってないです。常には30とかそんぐらいの、いや入ってるでしょ、そんぐらいと。カード現金しか使えない店で困る時があるぐらいです。たまに入れ忘れてて、そんぐらい別にあんま現金は気にしてないですね。気にしてない額じゃない。まさきはいくら？僕2万円ぐらい。え、入ってる？ポケットにある？バックしました。まあまあでも普通っす。2万円はまあまあだってね、僕が普通だと思うっす、ね、タクシー帰りますしね。はい、ホストの年収別の割合を教えてください。難しいですけど、多分ホストはそんなお金持ってる人あんまりいないっすよ。この間アベマテレビでやったじゃないですか。やってましたね。思ったよりですよね。500平均が500から600で都内の、ね、で超スーパー売れっ子ホストが年収5000万超えるみたいな話しましたね。まあ、僕はもちろん5000とか超える時ありますけど、意外と思ってるほどみんな持ってないっすよお金。リクトさんも同じこと言ってましたもん。ホストはお金持ってないってあんまり。リアルに1割いないんじゃないかみたいな、はいはい、僕も多分、僕も本当そう思ったんですよ。じゃあ、どっこいさんで言ったら5000万のところに。僕はあります、はい、僕は一番多い時が確か5000ちょっとかだったんですよ。すごい、はい、手取りで税金払って残ったのが5000ちょっとだったんですよ。年収引かれる前なんで、下手したら年収で言ったらどっこいさんも一応そうっすよね。僕らの場合また違うんですよ。領収書出して経費に使えるんで、はいはいはい、まあ、ちょっとまた別なんですけど、あったりなかったりみたいな感じですね。そういうどっこいさんみたいな人は本当に1割とかぐらいってことですか？いや、本当にいないと思いますマジで。実際本当にお金残してしてる。はい、次の質問いきます。はい、お願いします。どっこいさんが最近好きなんですよ、うん、ジェラードンチャンネルが。あ、それっすか。好き、それっすか。どっこいさんが1日で稼いだ最高額はいくらですか？手取りってことですよね。そうですね、手取りだと1日だと僕は最高で1000ちょいったことあるんで、手取りで500万とかですね。手取りで来るのが年収でもおかしくないですからね。その1日で稼いだ額、まあ、おかしいだろ。おかしくないか。普通の人だったら年収500万おかしくないか。おかしくないか、間違えた。どっこいさんが1ヶ月で稼いだ最高額は？おー、それが1100万とか。はい、コメント欄で間違うのそこから税金引かれるから残るのが半分ぐらいとかよく来るんですけど、手取りで1100万とかになりますから。はい、人生で一番高い買い物は？物は僕車2台とか時計、今これ持ってるんで、多分全部その3つが同じぐらいの値段ですね。700万とかちょうどその前後ぐらいのものが3つぐらい買いました。めちゃくちゃすごいですね。すごくないですよ。700万の時計普通買うのって年収で手取りで多分3億4億もらってる人が買うものじゃん。なんだたかが5000万もらってるやつが700万の時計買うって。いやいや、そんなことないです。よく考えたら。貯金はいくらありますか？僕らサラリーマンじゃない以上お金を守りすぎてもダメだなと思って。守りと攻撃のバランスが大事だと思うんですよ。で、攻撃をいっぱいしすぎた時期もありました、若い頃は。で、それに気づいてトップダンディの幹部になってからお金を貯めようと思って独立するぐらいの最低のお金と、あと今ホスト辞めてもちょっとは普通に生活できるぐらいのお金があるんで、もう今はお金をもう全部攻撃に使ってる方ですね。今はなんか今まで全然止まってたの、ずっと、はい、どんだけ投資してもね、こういう SNS に。なんか最近やっと周りに回ってきてたと思うんですよね。特に3ヶ月4ヶ月ぐらい前から。そうですね。だからその逆に僕時間の投資は全くしてないんですよ。もうホスト時間の方が僕はもう今の自分にとっては有限なもんだなと思って、はい、もう限りあるもんだから。仕事が夜から始まって今ワンの方が2時とか1時で、はい、だからよりそっちの方がまあ貴重な時間じゃないですか。そうですね。宝くじで1億円当たったら何に使いますか？買いません。でも1億でそのさっき言った僕の貯金も1億ないですからね。日本一ホストのどっこいさんの基準でお金持ちは年収いくらからですか？いくらっすか逆に。年収で言うと1000万だよ。全然、いや、お金持ちじゃないと思う。じゃない？じゃないっすね。4、500万1ヶ月でもらってたらお金持ちじゃないですか？それはお金持ちですよ。すごいよね、上には上がいるっていうか。でも僕もともとまさきが20歳とかその時の時から、はい、給料手取りで100万とか200万もらってたの、もうホストで、はい、20歳ぐらいはまだギリギリ名古屋だったから自分よりそんなもらってる人はあんまりいなかったから、はい、東京はいるとやっぱ自分がちっちゃく感じますよ全然。スキルなしで月100万円稼ぐ方法は？なんか今多いのが本当
当にインフルエンサーの仕事をみんなそれで儲けてますよね、はいはい、なんか TikTok 通じて物売ったりとかスキルなしじゃない今の時代はもうこれってなんか誰か言ってました。以上になります。うわーありがとうございます。まあ、今日お金の話したじゃないですか、はい、人によってお金の価値観ってほんとすごい違うなと思って、はい、でもやっぱよく世の中綺麗事で言うじゃないですか、お金が全てじゃないよとか、はい、特に持ってない人に限って、はい、お金が全てじゃないけど全てのことにはもちろんお金がかかります。好きな人を愛すのにもお金がかかります。やっぱりかもお金はねある分に越したことがないですね。今日こういう回を聞いて改めて思いました。明日の試練日を頑張りたい、こんな5時まで喋ってる場合じゃないと改めて少し思いました僕も、はい、まあどっこいさんが一番お金持ってよかったなと思ったことが選択肢がかなり広がりました。やりたいこと食べたいものもう全部の選択肢が広がりました。本当にありがとうございました。本当にこれからもね僕はお金を稼ぎ続けたいです。視聴者の皆さん10万円握りしめて来てください。よろしくお願いします。着きました京都。じゃあまさきあいつ多分降りました。寝てたらまさきまあ降りてきます。一回電話してみます。うわ行っちゃいます、ね、大丈夫かな。うわどこ、ちょちょうわうわうわ電車まだお前降りろって早くちょちょ早く走ってなんだと思う。まさきマジっす。まどこ行ったの。ちょおいちょっまさきどっか行っちゃいましたマジっす。いやバカっすねまさき本当に。まあ一回ちょっと僕らでお参りだけ行きますか。行きますか。まさき残念っすねめっちゃ。そうっすね。みんなで行こうとしたのに。どっこいさんだぞ。あ着きました。ハードラス運転。ありがとうございます。半年前に来た時にどこしようって名前入れてもらったんですよ。あそれまだ見れてないですよ、ね。あ見れてないです。はい。お今日初めて見ますね。うわどこにあるんだろう。すごい。これ頑張って探したいですね。探しましょう。場所わかんないですもん、ね。場所わかんないですよ。わここら辺にあったら面白いです。うわそうっすね。すぐ目に入りそう本当になんか あったあありましたえあったあったあった写真撮る記念すげえあめっちゃいいところになりません。めっちゃいいところになりますね。最高っすね。ホリケンさんのニコトナですね。すげえ。あすいませんそこのお守りください。1個これって半年前に買ったんですけど。もうお願い事叶いましたか。はい本当は石を家の近くのって言ってました。新宿医師ありました。ないっすよね。多分本当にこういう風にちゃんとなんかちゃんとした丸石っていうか。本当だ。あこれちゃんとしてる。あこれとか綺麗ですね。行かなきゃいけないっすよ多分。やっぱ海とかなんですかね。そうだと思う。はい、頑張りたいですね。だって僕はここの神社ぐらいですか、お財布でこんなお金入れるの。あ、確かに。まさきどこ行っとったん。そうです一人で寝過ごしたん。はい。もうお参りしたよ。すいません気づいたら京都過ぎてますいつもどっこい翔平チャンネルをご覧いただきありがとうございます。一度は本物のどっこいさんを見てみたくないですか。そんな方はぜひ歌舞伎町のトップダンディ本店へお越しください。どっこいさんだぞ。